こんばんは。もうお誕生日しようや。こんばんは。ちょっと今からアイドル前髪を作ろうとしています。なるなさん、にゃんにゃん、パタパタ、タワー、ありがとうございます。なるなさん、にゃんにゃん、パタパタ、タワー、ありがとうございます。ありがとう、にゃん、ありがとうございます。え、なんかさ、めっちゃお誕生日おめでとうって言われる時期的なもの。なんかあれ、コメント、あのコメントみたいなやつのさ、仕様になっとる。あ、定型文になっとんや。あ、なるほどね、じゃけか。まだですねん。お誕生日いつですか？お誕生日は3月17なので3日後。思っとったより早いかも。そう、3日後にあります。今私はなぜアイドル前髪を作っているかと言いますとなんか今バズってとるポケモンのてて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 てっていうやつがあるんですよ。それを踊ろうと思っ撮ろうと思って、バズってるところは8秒ぐらいなんですよ。8秒ぐらいの音源がバズったんやけど、それ見よったらなんか可愛くって、ここも踊ろうここも踊ろうって思ったら、結局1分半ぐらいなんか1分半ぐらいのあれになったんですよ。めっちゃ簡単、めっちゃ簡単なんですけどね。そう、じゃけこれは前髪を作ろうと思って。ストックなくなってきた感じですか？そうなんですよ。と言いますのも、マジで最近ね、休みだったんですよ。で、一個もメイクせず、なんかもうはぁ、みたいな日々を送っていて、家で。で、メイクせんし、TikTok も撮らんじゃないですか、そしたら。ってなったら、なんかついてる。そう、どんどんね、ストックがね、なくなっていってね。まあ、そら、そうか、という感じなんですけど。なので今日は、ちょっとメイクしようと思って。でもこんなね、時間あるメイクする日ないから、メイク動画撮ってみようと思って、撮って、乗せてで、さっき1個、あ、2個取ったかも。乗せるか分からんぐらいのあれやけど、まあ、1個は乗せるの決定のを取って、もう1個もまあ取って、で今からもう1個取ろうとしています。そう、今日ね、ずっとメイク動画、朝起きてメイク動画撮って、でちょっとズームの会議みたいなして、でずっと編集してました。もうなんかさ、編集、あの音声のさ、喋らせ方すらも知らんかったんよ。だけん？ってなりながらいっぱい調べて、
そうやってみました。なので皆さんお願いします。うん、お願いします。私ポニーテールもう後ろめっちゃねボサボサなんやけど、前だけから見ようと思うポニーテールならできるってことが判明しました。っていうやつを今から撮ります。愉快ハッピーダンスや、ハッピーダンシングや、こりゃそう、こんな夜から。私はでも夜 TikTok 撮ることが多いですね。フリアモン完璧覚えたよね。なんかね簡単じゃんと思って全部やろうと思ったんですよ。でもなんか簡単なのになんかところどころなんでさっきこっちから始まったのに次こっちからないんやみたいなところがちょこちょこあって、そうなんか難しそうですけど撮ります。なのでこうご期待。これねリボンつけとんよ、かわいいリボン。TikTok まとめ撮りするん、メイクした時に撮っとる感じじゃけど、最近メイクしてなかったけ撮っとらんかったけ、ちょっと撮っとこうっていう感じ。そうで、ちょっとメイク直ししとこうって感じ。もうポケモン GO してないの。ポケモン GO 最近ちょっとしてないですね。誕生日の日はどんな TikTok を流す予定？何も考えてない。なんかさ本当に誕生日ってやっぱアイドルだから、アイドルじゃなかったらさもう20何歩とかになったらさ、まあ誕生日イエイイエイくらいだと思うんですけど、なんかわかんないけどアイドルをしてると誕生日って他の同年代よりも祝ってもらえるし特別感がなんか強い気がするんですよね。でもあんま考えてないし、なんということでしょう、私は誕生日仕事じゃないです、休みなんだけど今のところ。私誕生日なんかしたかったの。私誕生日休みはいらん。
やっぱりチークは顔色良くなります。ね、生誕祭はね、なんか人数集まらんとできんとかあるかもやけどさ、なんかなんかしらなんかしてたかったな。わかんない、これから入るかもしれんけど、でももう2日後3日後ぐらいだから多分休み、休みかレッスン。あ、充電。うん、充電充電。これや、なんかさ、タイプ C にまだ慣れてないかも。まだなんか一瞬どれやーってなる。やばい、さっき覚えたばっかやけんさ忘れそう。誕生日はひまたぎ配信をします。踊りながら、しますやで。このさ、今日メイク動画にも載せたいんやけど、このね、一番しのこの青いやつがずっと欲しかったんですよ。で、最近ゲットして、これをこの辺にちょんちょんって、多分後付けせんやつというか人もおると思うんやけど、私は上から載せたらなんか透明感って感じ。こうやってやったらなんか透明感って感じで、いいんですよね。こんばんは。なんかもう22歳もうちょっとで、キャーン、え、なんかさ、やり残したことありますかみたいなさ質問あるやん。あれ答えるために考えとかんときゃ。やり残したことありますか。なんでしょう、毎年ないんですよね。あると思うんですけど思い浮かばないんですよね。みんなある、やり残したこと。21歳はどうだった。21歳はどうだったんだろう。いい年でした。いい年でした。なんか吹っ切れた気がする。吹っ切れたというか、別にモヤモヤみたいなのがあったわけじゃないけど、なんかもう一つ殻を破った年かも、年だったかもですね。というか、なんか素をより一層出せるようになりましたっていう意味の殻が破けた、
ケアする心センターやアイドルズ仕事充実してたよね。あ、え、息をする心、そっか、21歳か、その時、その時というか、びっくり、もっとなんか1年半前ぐらいに感じる1年のうちっていう感じはしない。早いね、早い、遅いねどっちだそっかそっかそっか、へえそうだそうだ、3月15発売だからほぼ21歳仕事、そうですね、そっかそうか、え、あ、明日か、え、明日さ、発売から1年、明日なんと発売から1年だ。君と巡り合って僕は楽になった、普通に息を吸って普通に吐いている。私的になんか遅い遅いって感覚、なんでしょうね、なんででしょう、なんでだろう、もう1年半ぐらい経った感覚だったけど、私がバグってるっぽい、みんなは早いのコメントしかないや。そっか1年か、不思議ですね。今後ともよろしくお願いします1年前より幼いかも、ほんまかい、今のさ髪型じゃない、髪と服と君と巡り合って本当にいい曲いい曲ですわ。今日さ、初めて使ったカラコン、今日のカラコンはナチュラル、自分の普段の色に近くてグッグッ、うわ、幕張のソロライブも懐かしい、懐かしい、めっちゃ懐かしい、え、それもさ1年以内ってことですよね、幕張とかその福山であったソロライブもう1年以内ってことだよね、びっくりって考えたらめっちゃいろんなことあったわ、今年、今年というか21歳、じゃあさ、PR 舞台のツアーも今年じゃないのもあるけど、今年のも
ある？いやね、もう分からん、あの時空がこうごちゃごちゃしとるけえさ、どれが今年でどれが去年でどれが一昨年か分からん。分からぬ。ああ、七人の男も今年？アイドルズは今年だよね。なんかそんな感じする。今年というか21歳。わあ、わあ、わあ。コール解禁も今年だったっけ？あ、いや、もしかしたらそうかも。なんか息をする心ぐらいの時期に解禁になったイメージある。わあ、マリオ唐突なマリオ。わあ、本当に、まあまあなんてことでしょう。びっくりですわね。あ、びっくり、びっくりですわ。ちょうちゃんのモノマネシリーズ好き。本当に私のモノマネはここの身内というか味方しかいない場所でやらないとあの初めましてみたいな人がいっぱいいる場所でやると絶対に場が凍りついてしまうので、そう、仲間がいっぱいいるところで披露したいですね。どこ出身ですか？広島です。広島歴21年。次の広島県民、広島弁が出てこなかった。広島弁を使うときはこちらまで。広島に行ってみたい。来なよいつでも。来なよ、来なよ、ライブがあるときに来なよ。うん、終わります。それでは20位のりふみさん、19位ロッサ、38位スナードケイさん、17位カズキンさん、16位おじゃまるさん、15位演歌家さん、14位20世紀ともちゃんさん、13位クリオネさん、12位さくらパンダさん、11位ポルダーグリさん、10位テリーピーさん、9位台湾のコウさん、8位ジムジムさん、7位チェイコさん、ラッキーセブン。うん、6位ブルーさん、5位クリオティーヌさん、4位ユリアピーズさん、3位ツリケンさん、スリースリー。2位のぞみ4号さん、ツーツー。そしてそして第1位はピョロロロロロヒュン、ナルドさん、イエーイ、ありがとうございます。感謝のキャミです、イエイ、ありがとう。猫ニャンニャン
パタパタパタ、あとはもうありがとうございました。ナルドさん、にゃんこー、配信ありがとうございました。こちらこそ、ありがにゃんこありがとうございます。じゃあ、スクショタイムします。おしまい。皆さん、おやすみなさい。明日は仕事頑張る。明日楽しみなこともあるんですよ。イエーイじゃあバイバーイ、おやすみなさい、グッナイ。手相がバレそう。